ペテシュバトゥンコは、グアデマラ共和国ペテン県南部の基礎実地帯サヤスチェに、ある、小ぶりな湖である。湖は、同盟の川を通って、パシオン川に注ぎ込んでいる。考古学者たちは、ペテシュバトゥンコ周辺に位置する、古典期マヤ文明の都市グループを、ピーテックスベトゥーンステートと名付けた。ペテシュバトゥンコ周辺のドスピーラス、アグアテカ、タマリンディート、アロヨデピエドラ、 プンタデチミノに加えて、ドスピラスの勢力圏内であったパシオン川流域の、セーバル、イツァン、カンクエン、ナシミエン等を含んでいる。古典期マヤ文明の崩壊は、中部定地の南から北へと伝播していったが、この地域は、その最初期に放棄された。その後の時代の石碑の様式によると、プトゥンマヤカ、トルテカに関係する集団によって占拠されたと、考えられている。 ペテシュバトゥンの崩壊を引き起こした侵入者は古典期マヤの勢力ではないという見解で専門家たちは一致している。この地域における考古学的な発見は古典期マヤ文明の崩壊について多くの情報をもたらした。ありがとうございます。